ホームズくんのおうち探検。社交する熟成の秘密、国立能楽堂を探検。幾重にも折り重なる屋根が独特のプロポーションを見せる国立能楽堂。日本の代表的伝統芸能能楽を演じる場として、建築家大江広がその美意識を結実させた建築です。外観の特徴である重層する屋根、ここでも大江は機能としての屋根ではなく美的な表現としての屋根を意識しています。流麗な建築っていうのか、流麗っていう言葉を割に好んでおられましたですね。日本の建築っていうのは、深い軒と大きな屋根が特徴だっていうようなことをよく言って、それでそれはモンスーン地帯で高温多湿で、そこから生まれた建築の表現であるというふうに習ってきたんだけど、それは非常に単純な機能的説明なんですね。屋根っていうのは下にあるこう部屋の意味を示すものなんだ。だから下の部屋が違えば屋根もそれぞれ別の屋根になる。で、能楽堂の場合にもこう間取りは非常にある意味では明快な近代建築になっていて、それぞれの部分にこう屋根がかかっていくと全体としてああいうこうある意味でやっぱり華麗で流麗な屋根の連なりが生まれてくる。コンクリートの躯体の中に造作として作られた木組み、大江はこの美しさをさらに際立たせることを試みました。正面玄関から能楽堂に向かう斜めの軸線です。観客はこの軸線に沿ってつづら折りに移動します。単なる視線の変化にとどまらず、期待感、集中感といった精神的なものまで考えた社交する軸線は、実は能楽そのものの中から生み出されたものです。舞台から約30度の角度で社交する能楽独特の柱がかり、演者が出入りする通路が舞台に対して遮光することで、そぎ落とされ極め抜かれた能の表現をさらに豊かで奥深いものにする効果を持っています。日本の伝統文化の中で生み出された様々な様式美を大江は巧みに捉え建築に生かしたのです。